どうですか、50年ぶりに復活したエンジンの音、 RC142 っていうモデルなんですけれども、これはホンダさんがですね、50年前マントに初参戦した際のマシンの完全復刻版なんです。この RC142 っていうマシンだけは残されていなかったらしくて、これを、車体の写真や図面などから完全に起こし直しましてね、今の技術もちょっと含めまして完全に昔と同じやり方で復刻したマシンだそうです。 RC142 をライディングしていただきます谷口直美さんでございます。どうもよろしくお願いします。谷口さんは1959年にホンダがワールドグランプリに初めて挑戦し、マントー TT レースで6位に入賞されました、谷口さんにとりましても50年ぶりのライディングとなります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。制作過程につきまして、説明をさせていただきます、今回はオリジナル車両がホンダの手元になく、当時の図面、それから資料をもとに、完成車としての制作を行いました。DOHC でベゼルギアで駆動しております。排気量は 124.6cc。 当時の写真をもとにサイドビューからマスターモデルを制作しています。走行写真そうですが、いろいろなアングルの確認ができませんでしたので、これらをもとにマスターモデルを作り、当時と同じようにその他 HGA の中でですね、シート、カウル、フュエルタンク、以上簡単ですが、制作過程についてご説明いたしました。制作過程を説明していただきましたけれども、20代の非常に若いスタッフの方とベテランの人が組んで、当時の作り方を実際にやってみるなんてことをやってまして、ホンダがそういったことを伝承していこうという気持ちとかがよく伝わってきました。もちろん素材なども変わっている部分があるので、細かな交差などは今風にやってるところもあるらしいですけど、できる限り昔のままを今みんなで作ってみようということで作られたそうです。そして走り出した谷口選手ですけれども、この谷口選手1936年1月20日生まれの73歳ですよ、ね、そして鍵楼の向こうから聞こえてくるこのサウンド、どうです？谷口さんね、まだ走り出したばっかりなんで完全に全開にしてないんですよ。まだいたわるようにエンジンの具合を見ながら走らせてるっていうね、さすがベテランのバイクの使い方というか、キャブレーションもジェットニードルがないキャブレーターなのでちょっと調整が難しいらしいんですよね。でもそういう当時の最高のパーツで作った最高のマシンが今目の前で走ってると思うと、もうみんな身震いして見てましたね。そして2周ほど走るとピットで調整してまた次の準備なんてことになるんですけれども、宮城さんが立ってますけど、またね、宮城光がいい仕事してた。先輩が気持ちよく乗れるようにって言ってすごく陰で準備をねしてくれて、気配ってくれて、こうやって撮影の時も後ろの方からね、先輩をリスペクトサポートしてましたよ。取材班もですね、あれ、あんたいつも新車発表の時いないでしょみたいな人がいっぱいいましてね、だってもうこれできたんだったら見なきゃしょうがないじゃないですかなんつって、懐かしいおじさまたちもいっぱいいらっしゃいまして、で撮影が終わるとまた走るよなんて。ヘルメットは今風に今風のジェットヘルをかぶられていますけれどもね、どうです、今音楽ちょっと昭和風に変えてみましたけれどもね、なんか酒場の匂いがする音でちょっと微妙なんですけれども、まあ一応昭和の匂いということでご理解いただきましてね、どうですこの50年前の映像が蘇ってきましたかね。谷口さんの走り、ちなみにさっき言ってたヘルメットの件ですけども、昔はお椀型ってやつかぶってまして、マントに行った時にはですね、日本の持ってっても車検に通らなかったそうです。なので当時は現地でクロムエルを買って使ったんですよなんて話を後にしてくださいました。どうですか、
谷口さんの走り、このいたわるように使いながら、先ほどねマックス18馬力1万3000回転で走ってましたけどね。このピットに入った時にね、みんなの目、谷口さんいかがですか、僕たちもいいもの見せてもらいましたっていう感じでね、ものすごいいい空気が流れてましたね。ピットに入ってからのちょっと休憩と思いきや、みんな質問攻めで大変でしたね。谷口さんが初めて行った時はやっぱりこう日本を背負ってる感覚だったんですか。っていうまあね、まあそれはライダーによっていろんなことを言う人がいますけど、やっぱりね、責任っていうのは確かにあります、ね、それで一番大切なことは絶対に転倒しないことっていうんですよね。ホンダの原点ですよ、142っていうのは、うん、だからよく皆さんなんでコレクションホールに142を飾らないんだっていうね、私も随分そういうことを聞き耳にしましたけど、もう今度は大暴れでね、本当皆さんお手芸来てくださいってあれですよね、言えると思いますよね。日本を背負っていったんですかなんて質問されてましたけども、谷口さんって実は満頭直前に亡くなられた秋山選手の代わりに出場したライダーなんですって。なので谷口さんはその秋山選手の意思を引き継いでですね、初出場し、そして走り、なんと6位入賞という快挙を遂げたっていうすごいドラマがあったんですよ。素晴らしいですね。まあ、50年前に実際にこういうバイクを使って、やっぱりその海外旅行もままならない時期にね、やっぱりその羽田からどういう気持ちで旅立っていって、実際にそのレースを終えたのか、まあ、そういったところ、本当にチャンスがあったらじっくりとお伺いしたいと思いますよね。まあ、今回、この車の復元にあたっては、ホンダの世界グランプリ参戦50周年ということもありますけども、まあ、スタッフにとってはね、私、この谷口さん、大先輩ですから、彼に喜んでいただきたいと、そういった気持ちで、皆さんの力を合わせて、ここまでこぎつけました。またこの車がですね、今度は日本グランプリですね、茂木で行われます世界グランプリの第2戦、ここでも走りますし、何かのチャンスでまた皆様の前で、快走する姿をあると思いますので、その時には応援していただきたいと思います。なんか新車の発表会より皆さん時間長く取ってるんじゃないの。この後ね、まあ、発表会の時いつもそのツッコミ入れてるのは私ですけれどもね、なんですか、マスコミのファンが多くてね、写真撮る人がいつもより相当増えてました。まあ、それだけこの時代のホンダの名車レーサー興味のあるおじさんたちはいっぱいいるってことですよ。私もですね、まあ、隅から隅までじっくり撮ってましたけど、ね、これがシーソー式のペダルになっていただとか、ここはアルミだったんだとか、この真ん中のタコツボみたいなやつは何ですか。ね、わかりました。このほら丸いところ、ここにねゴーグル拭くための布入れてたりしたんですよ昔は、ね、そしてフロート別体式のキャブ、ジェットニードルなし、景品性とかね、もう隅から隅までおじさんたちもじっくり見ちゃって、もうこれもうお餅に持って帰りたいみたいなね、熱狂ぶりでしたよ皆さん。まあきっと今後茂木のコレクションホールで見れると思いますので、皆さんもぜひ見に行ってみてくださいね。ゼッケン8番谷口さんのマシンでした。